どうも、はじめです。はい、本日なんですけれども、ちょっとね、面白い商品が、アメリカの方で新発売ということで、その商品をね、紹介していきたいと思います。もう早速いきたいと思います。よいしょ、こちらでございます。わかりますかね、これコカ・コーラからコーヒーが出ただと。そう、コカ・コーラ社からなんとコーヒーが出たわけですよ。日本の方ではね、発売されてないとは思うんですが、アメリカのね、コカ・コーラって結構いろんなテイスト、いろんなフレーバーとか出てたりして、あとはね、コカ・コーラのエナジードリンクも出てるわけですよ。そしてなんと、先日ね、ついにコカ・コーラからコーヒーが出ましたと。どんな味するの？これどんな味するのっていうことで、私もね、気になっていたので、ちょっとね、こちらを買ってみました。発売日にね、買いに行ったら、なんか結構売り切れてて、どこにも売ってなくて、で、1週間ぐらい経ったのかな。で、今ね、ふと、ウォールマートってとこに行ったら、お、あるやん。これは買うしかないでしょ。というわけでね、買ってまいりました。さあ、それでですね、味の方なんですけど、3種類出ています。ダークブレンド、キャラメル、バニラ。バニラの発音難しいよね。みんなバニラって言える？バニラじゃ通じないわけよ。バニラ。これアメリカに来て、スタバに行ってね、バニラフラペチーノちょうだいみたいな、言ってたんですけど、全く通じないよね。バニラフラペチーノみたいなこと言ってたんですけど、全然ダメ。バニラ。そんな話はどうでもいいわけですよ。ね。今日はね、この、3種類のコーヒー、これをね、飲んでいきたいと思います。それじゃあもう飲んでいこうか。今回は、ね、コップに入れてどんな感じかっていうのを、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。まずはこのダークブレンド、これがレギュラーコーヒーっぽいんだよね。これ炭酸とか入ってんのかな、どうなんだろう。ちょっと僕、知識ゼロの状態で今、チャレンジしております。音は一緒だ。そりゃそうだ。音は一緒だわ。匂い。めっちゃコーヒーの匂い。コーラの匂いする？ちょっと待って、ね。変な匂いするぞ。入れてみてね。こぼれた。いきますね。うわ、炭酸入ってるよ、これ。どういうこと？うわ、めっちゃ炭酸入ってる。これコーヒーじゃないの？新感覚。こんな感じ。早速ですが、飲んでいきたいと思います。いきます。なにこれ、どういうこと？最初の一口目っていうのがコーラなのよ。コーラのシュワシュワっていう、炭酸の入ったね、コーラでもそんなに炭酸強くなくて、でもコーラなんだけど、後からコーヒーの味がするというか、コーヒーフレーバーというか、なんか不思議。最初あ、コーラだと思って鼻をこう抜けるじゃない、この味がこう香りが鼻を抜けた時に、うわ、コーヒー、ふわ、コーヒーの香りがして、なんか最後コーラみたいな。何これ何これ、すげえ不思議なんだけど、こう、なんだろうな。で、炭酸はね、やっぱり微炭酸というか、そんなになんかグッとコーラの、あ、炭酸効いてるみたいな感じじゃなくて、でもごくごく、なんだろうな、すげえ不思議。コーラだわっていうのと、コーヒーだわっていう、こう どっち言おうかなって言っちゃう。なんかちょっと脳が バグってるみたいな、なんかいつもの感覚でこう飲んでるけど、あれ、なんかちょっと違うなみたいなのがずっとある感じ。うわ、不思議これ。じゃあちょっと他のも行ってみますか。じゃあ次はキャラメル行ってみましょう。色とかね、そういうのは一緒っぽいね。こちらキャラメル、匂いはさっきと一緒。
あ、甘っ。その通りなんだけど、さっきのにキャラメルのフレーバーと、キャラメルってあの、まあ、キャラメルフラペチーノみたいな感じの味がガッときて、全然こっちのさっきのねダークブレンドよりも甘い。おー、来るね。甘ー。僕はねこっちのダークブレンドの方が好きかな、味的には。なんか甘みが強い気がする。おお、すごいね。じゃあ最後バヌーラいきたいと思います。わ、すっごい、なんかいろいろやってくるねコカ・コーラもね。こんな感じだとは思わなかったな。ほんとね、あのなんかスターバックスのこういう缶に入ったコーヒーあるんですよ。なんか そういうなんかコーヒーをコカ・コーラが出したみたいな、そういうイメージだったんですけど、まさか炭酸入れてくるとは思わなかったびっくりだね。これね、まあもう見た目は一緒です。匂いも一緒。あー、これもやっぱりうっすら、これはねうっすらだけど、やっぱバニラフレーバーというか、バニラフラペチーノというかあの感じに炭酸があって、やっぱね脳がバグってる。これどういうことみたいな感じになってるわ。やっぱねこうしかめっ面になるよ。あれ、これ何飲んでんだ俺みたいな。コーラとコーヒー混ぜちゃったみたいな、ちょっと残念な感じにはなってるね。あとねやっぱカフェインを感じてる俺は、うん、お目覚めるみたいな、そんな感じになってるわ。うん、不思議な感じがするね。美味しくはないな。はい、というわけでですね、本日はね以上となります。まさかのも以上となります。ありがとうございます。まあ、コカ・コーラ社が出したコカ・コーラ with coffee っていうね、まあ、新商品本日は飲んでみたんですけど、まあ、多分日本で発売されることはないと思うかな。だって美味しくないもん。びっくりするぐらいこれ美味しくないわ。ちょっと興味本位でね買ってみたんですけど、いやーこれはうーんって感じよ。まあ本当ね、コーラとコーヒー混ぜましたどうですかみたいなね、そんな飲み物でした。まあある意味驚きがあり、ある意味裏切られた、というわけですね。なんかこう表現しにくいんだよね。あの味、あれよあれ、あの味っていうのがないの。なんか新食感じゃないけど、なんかこう今まで経験したことない味というか、飲み物というか、まあ次は買わないかなっていう感じでございました。というわけでね、本日は以上となります。ありがとうございました。ぜひねこのねコカ・コーラ with coffee 飲んでみたいなって人はねグッドボタンをください。いや、美味しくないならいいやって人はね、バッドボタン言っちゃっても大丈夫です。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.